はい、こちらですね、各チームから、自分の皆さんの人数を合わせて、5人ずつですかね、6人ずつになりますかね、はい、6人ずつ出てきていただいて、はい、各チームの人数を揃えて出てきていただいて、相手の尻尾を取り合うというゲームになります。はい、それぞれね、今ね、尻尾という名の紙テープをね、セッティングしてもらってると思いますので、はい、うまくね、こうズボンに引っ掛けてもらって、 ひらひらと尻尾が生えたようにしていただいて、それを取り合うと、あんまり短くならないように。そうですね、ちゃんと取れるようにしていただいて、取られてしまった人は枠の外に出てもらうということになります。こちらの枠の中ですね、あ、この赤いコーンですね、はい、4つ角に赤いコーンがあります。大きなね、敷地になりますので、これは芸人アスリートは参加しない。これは最初 最後の試合には参加してもらいます。はい、全部で何試合、3試合ですね。全部で3試合行います。はい、チームの全員が出てもらえるようになってると思います。はい、何試合目に出るかをね、皆さん自分でね、間違えないようにしていただけたらと思います。いやね、ちょっとやっぱ風が強いですけど、お天気はね、非常に気持ちのいい天気が良かったですね。さあ、決まったらですね、この赤いコーンの近くに、 来てくださいね。今ね、線を引いてくれております。線を引いてくれます。で、こちらが可能になりますね。世界を引いてくれてますね。はい、このスタッフの中ですからね。さあ、こっから運動会が始まってますからね。そうですよ、皆さん。はい、え、大丈夫？はい、みんなね、じゃあ6人ね。 先ほどね、チームロケ、チームで、ね、ちょっと固まっといてくださいね。はい、最初の尻尾取り第1試合目に出るメンバー、尻尾は入れてあげて、尻尾ね、そう、みんな尻尾見えるようにしてね、長すぎず短すぎず、上のね、見える方でね、ちゃんとチェックし合って、みんなで綺麗に見える、隠しちゃダメよ、隠したら反則よ。 はい、さあ、一試合1分ということになりましたね。1分間内的何本の尻尾が取れるか、自分の尻尾が取られてしまったら終了ですので、枠の外に出てくださいね。さあ、それでいきますよ。よーい、さあ、頑張って。さあ、尻尾を集めてくださいよ。取った尻尾は自分で持ってて、隠さないように。自分の尻尾が取られた人は枠の外に出てください。いいですね、かなり応援も、応援も頑張ってね。してますね。ヤギさんのチームもかなり応援も頑張ってくれてますよ。 さあ、本当に。
15秒。お、さあ時間がない、頑張れ頑張れ。なかなか壮絶な取り合いが。さあどうだ。さあそこまでです。そこまで。そこまでです。さあ失格になってしまった人はね。そこまでです。はい、じゃあスタッフに渡してください。はい、じゃあ各チームね、取った尻尾を集めてくださいね。集計しますので。さあ、いかがですか。さあ、各チーム集計してください。何本の尻尾集まりましたか。あ、さあ、割と中チームは何本でしょう。あ、お、はい。私のチーム6本。6本。はい、6本。みんなね、やっぱ私のチームは犯人を追いかけるんだけど、すごい犯人を追いかけた。6本。6本。はい、おめでとうございます。はい、はい、だね、これ自分のやつはいけないですよね。ついてるやつはあ、そうですね、自分たちのはなしで大丈夫です。取ったやつで、ね、取ったやつで数えてください。はい、取ったやつは日本でーす。日本ちょっとね、守りに徹してしまったから。なるほど、日本。はい、さあ、そしてスマイル、スマイル岡田さんチームですね。あ、スマイルチームはですね、ゼロです。あ、ゼロ、残念。残念だった。いやね、しょうがない、まだ残念。そして大寿司ハイエナさんチーム。ハイエナじゃないです、ライオンくん、すいません、失礼。そんなライオンチームは彼が取った何本ですか。2本。ただ1人取ったこと捨てちゃったんで、ちょっと途中から聞こえなかった。聞こえないです、ごめんなさい。また来週です。はい、そしてジョイマンチーム。はい、今日、取れた本数言ってください。何本ですか。3本。分かりました。3本。1試合目はじゃあガリット中チームがリードですね。そうですね、6本の方が優勝でしたね。さあ皆さん、第1試合目で少し差が出ておりますので、頑張ってください。はい、メンバーチェンジ。第2試合に出る方どうぞ。何人ですか。第2試合次も6名ずつということで、はい、第2試合も6名ずつ選抜してください。これでも作戦がね、もしかすると守りに徹するとね、今のように下がっていってしまう。確かに攻めていった方がいいのかもしれません。行きましょう。さあ6名様ずつお願いします。はい、尻尾ね、あのチームリーダーのメンバーで尻尾を確認してあげてくださいね。いい、そうですね、はい、あの長すぎるのも良くないですし、はい、短すぎるのも良くないですから。ですね、はい、続々と、はい、待ってるみたいですね。さあ、尻尾の結果も大丈夫ですか。さあね、1本も取れなかったチームもね、ございましたので、はい、この第2試合チーム、そういうチームには頑張っていただきたいですね。さあ、それぞれ作戦があるんですか。自分がね、尻尾はもちろん取られないように頑張りつつ、はい、その尻尾を狙わなければいけない。さあ、行きますよ。いいですか。第2試合、よーい。さあ、始まりました。頑張って、さあ、自分の尻尾を守りながら相手の尻尾を狙ってみて。さあ頑張れ。取られた人は速やかに、そ
外に逃げてください。捕らえてしまった方はさあ30秒経過しています。やっぱり半分です。頑張れ。いろいろサッカーで隠れちゃったりしてる方いるんでね、始まる前に見てみようか。そこまで終了。そうそう、皆さん各チーム集まって、はい、取った尻尾を抱えてください。なかなかね、ちょっとこう、上のシャツで、なるほど、これ隠れ気味だったりするんでね、シャツ、いいの方がいいと思うね。そうしましょう。ああ、こちら、なんと、はい、1、2、3、4、5本でーす。おー、すごい。ヤギさんチーム、一気に伸ばしましたね。ヤギさんチーム、5本、いいじゃないでしょうか。そう、そして船越さん、船越さん、はい、今回は残念日本です。先ほどね、あの本ですね。さあ、続いてはどちらですか。ヒカルチームです。はい、ヒカルチーム。ヒカルチームは25本です。ちょっと嘘つけ、嘘ついてる、今確実に嘘ついてる空気出ましたよ。何本ですか。ヒカルさん4本です。大きく嘘ついてるじゃないですか。怒りますよ。4本どこで見たの。ちょっとどの種類のボケ感が分かんないんで、ちょっと僕も分からないです。なんでポンで言ったのかな。すいません、一本です。あ、一本。あ、響きはでもね、すっぽん一本良かったです。はい、そして、はい、ライオンチームはですね、はい、ライオンチーム、今ライオンチームは2本です。2本、2本、OK。 さあ、残るところジョイマンチーム、ジョイマンチーム、いきます。せーの、ちょっと分かんないんです。あ、これ聞こえなかったです。もう一回いきますよ、はい、せーの、1本、はい、1本ですか。1本です。はい、分かりました。さあ、さあ、それもね、1試合目の本数と加算されますので、はい、どうなるんですかね。後でね、合計の本数を発表したいと思います、はい、さあ、続いてラスト3試合目しまいましょうね。シャツを、シャツをインしてください。はい、やっぱ尻尾がね、ちょっと見えなかったりする子が、ね、出てきちゃってるんで、上着、上着着てるシャツも、パンツインしてもらって、ちょっと芸人さん、アスリートさん、ちょっとそこら辺をチェックしてください。そうですね、お願いします。チームリーダーが出てきてください。